学校法人フェリス女学院は日本の学校法人。フェリス女学院の創設者、メアリー・キダー元とはジェームス・カーティス・ヘボンにより、横浜で設立された私塾の教師であったアメリカ・オランダ改革派協会宣教師のメアリー・キダーが、ヘボン塾の女子生徒を受け継ぐ形で1870年6月1日にフェリスセミナリーを設立した。フェリスという名前は、 メアリー・キダーを送り出した、アメリカ・オランダ改革派協会外国伝統局総主事であるフェリスフ氏の中から取った第二代校長、ユージーン・サミュエル・ブース1881年に入り、メアリーとエドワード・ローゼー・ミラー夫妻は、伝道に専念するために、後継者を求めた。そこで、病気で、横浜に療養に来ていた、ユージーン・ブースに話が持ちかけられて、 1881年12月に、ブースが2代目校長に治むする。1890年代になると、国家主義的風潮で生徒が激減し、高等科を廃止した。1899年私立大学令により、私立大学として認可され正式名称が、フェリス英和女学校になる。高等科の代わりに、聖書科を置く。1903年には、 高等女学校卒業者のために英語師範課を設置する。さらに専門学校課程に準ずる進学部と英文学部からなる高等課を設置する。しかし19、1919年には東京女子大学設立に協力する形で高等課を廃止する。このようにブースは1922年まで校長としてフェリス女学院の発展に尽くす。1922年、 アメリカ・オランダ外郭派協会の婦人選挙士 J.M.M. カイパーが第3代目校長になる。1923年関東大震災に被災し、校舎は壊滅し、カイパー校長は殉職する。殉職したカイパーの代務者、アルバート・オルトマンス委員長を殉職したカイパーの代務者として、明治学院のアルバート・オルトマンスが、フェリスの委員長を一時的に兼務する。 1924年にルーマン・シェーファーが校長になる。そして中等教育を中心に行う。1927年には専門学校入学者検定規定による指定校になる。1929年シェーファーが辞任する。日中戦争中の1940年、鶴仙寺が校長になる。対英米戦中には英語名を避けて、 横浜山手女学院に校名を変更する。戦後校名をフェリス女学院に戻す。1951年には鶴が、公語訳聖書の翻訳に専念するために院長を辞任する。なお、女子学院中学校、高等学校とともに、日本初のキリスト教主義学校女学校である。当初は受け継ぎの関係で男女教学であり、 女子教育に専念したのは1871年の9月からである。フェリス女学院はキリスト教育に基づき、フォーアザーズをモットーにしている。これは、命名自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。に由来し、学校行事の折々に、この一節についての話がある。中学校は、女子では、難関の部類に入る進む学校である。 高校からの募集はしていない。ありがとうございます。